カンボジアとインドネシアの関係では、カンボジアとインドネシアの二国間関係を説明する。カンボジアは大使館をジャカルタに、同じくインドネシアは大使館をプノンペンに、それぞれ設置している。二国間の外交関係が1960年代に構築されて以来、インドネシアはカンボジアの平和と安定に向けた強力な支援国であり、1992年には、 国連カンボジア暫定統治機構にインドネシア国軍を派遣し、また1999年にはカンボジアのアセアン加盟でインドネシアは支援を行った。カンボジアはインドネシアが一貫して能力構築支援を行っていることを高く評価している。両国とも非同盟諸国とアセアンの加盟国である。古代のインドネシアとカンボジアの関係は 神童とジャワのシャイレンドラ朝やシュリービジャヤ王国の頃に遡る。ジャヤーバルマン2世王はシャイレンドラ朝を統治している間、何度かジャワに長期間滞在しており、802年にはジャワからカンボジアの主権を宣言、自らを普遍君主と宣言した。このようにして、クメール王朝が始まった。9世紀のカンボジアのバゴンとジャワ島のボロブドゥール遺跡の間には、 ボロブドゥールがバゴンの原型となったことを示唆する顕著な類似性が存在する。カンボジアのクメール王朝とジャワのシャイレインドラ朝の間には外交施設団ではない店よ旅行者の交流はあったはずである。カンボジアに伝わったものは思想だけではなく技術や建築のあり方の細部である。カンボジアは1955年4月に インドネシアのバンドンで開催されたアジアアフリカ会議に参加した。この会議は非同盟諸国の設立につながった。1956年、インドネシアはカンボジアを主権国家と認め、1957年に両国は外交関係を結んだ。インドネシアは同国1960年8号法に基づき、カンボジア王国との間で友好条約を結んだ。 1960年代、インドネシアのスカルノ大統領はカンボジアを訪問、他方、ノロドムシハヌークもインドネシアを訪れている。1992年、インドネシアはカンボジアの治安と和平を支援する国連カンボジア暫定統治機構に派遣団を送る国の一つとなった。インドネシアはまた、1999年にカンボジアによるアセアイ加盟を歓迎。 加盟を支援した。中部ジャワ州のボロブドゥル遺跡。アンコールワットよりも300年ほど古いインドネシアの建築場の基幹の一つ、アンコールワット。古代クメール王朝における建築場の基幹の一つであり、古代ジャワとは多くの文化的共通点が存在する両国には、ユネスコ世界遺産に登録されている類似した考古学的遺産を有している。すなわち、 ボロブドゥール遺跡とアンコールワットのことであるが、両遺産は2012年1月、インドネシアの北スラウェッシュマなどで開催された、アセアンツーリズムフォーラムにおいて、姉妹遺産と宣言された。また、同フォーラムにおいて、シェムリアップとジョグジャカルタ市は、姉妹都市の関係を結んだ。インドネシアは、ボロブドゥール遺跡を修復した経験があったため、アンコール遺跡保存の取り組みに対し、 専門家を派遣した。インドネシアはアンコール遺跡のうちピミアナカスに近いアンコール王宮の3つのメインゲートを修復するプロジェクトへの参加国の一つである。2010年6月インドネシアとカンボジアはビザ免除措置に調印した。この調印は2国間関係が上向くだけでなく両国の国民同士の関係やビジネス関係の向上に資することが期待された。 カンボジアとインドネシアの貿易機関計は安定的な増加を示している。カンボジア商業省によれば2012年の2国間の貿易額は2.2億米ドルで対前年比で10%上昇した。インドネシアはカンボジアとの貿易投資の促進を目指し2012年8月インドネシアはカンボジアより毎年10万トンの米を輸入することで調印した。 両国は歴史的に緊密な軍事関係を共有している。インドネシアの特殊部隊コマンドは1972年にカンボジア軍パラシュート突撃大隊の結成の支援と訓練を行った。同大隊はカンボジア内戦の最終段階で実戦投入された。カンボジアとタイの両国はインドネシアをアセアン間での問題を解決する公なオブザーバーとして 信頼を置いている。タイとカンボジアは二国間の国境で軍事衝突が発生しないようインドネシア人監視団の国境への派遣を認めることで合意した。インドネシアはタイとカンボジアの国境紛争のオブザーバーにも任命された。ありがとうございます。